2位であります。続いてはソビエトの同じムヒナ、世界チャンピオンです。1回目はどうでしょうか。2回宙返りの2分の1ひねり。18歳のムヒナ、ご承知のようにストラスブールの世界選手権では個人総合優勝、床では金メダルを取っていますが、どうもこのムヒナ跳馬はいい成績が残っておりません。1回目の2回宙返り2分の1ひねり、得点は 9.75 です。 9.8 以上出しませんとグノイクを抜くことができません。2回目はどうでしょうか。2回目のムヒナは塚原跳び、いわゆる前の塚原跳びであります。心身体を伸ばしておりません。したがってまずこういう跳び方ですとそれほどの得点は難しいムヒナであります。東ドイツのグノイクを抜くことがちょっと難しくなってまいりました。世界チャンピオンのムヒナ、